イアン・ミラーはカナダの元馬術選手。身長 185cm、体重 76kg、ハリファックスの生まれ。初めてのオリンピックは1972年のミュンヘン大会でカナダがボイコットした1980年のモスクワ大会を除き、2012年のロンドン大会まで10回オリンピックに出場している。 北京オリンピックの障害飛び越し団体で自身初めてのメダルとなる銀メダルを獲得した。ミラーはこの時61歳でカナダ選手史上最高齢でのメダル獲得であった。ミラーは北京オリンピックに出場したすべての選手のうちでオリンピックの出場回数が最も多い選手で、また補欠広しに次ぐ2番目の高齢選手であった。ロンドンオリンピックでもミラーは 出場回数が最も多い選手で、補欠に次ぐ2番目の高齢選手であった。モットーは、生涯現役。ミラー曰く、2012年のロンドンオリンピックは、もちろん、2016年のオリンピックにも出るよ。私は死ぬまで、現役さ。だが、リオデジャネイロオリンピックは、アイバーの手術により出場を断念した。2019年5月1日。 ミラーは国際大会からの引退を発表した。妻のリムを2008年3月にガンで亡くしている。ありがとうございます。